ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は総集編として悲惨な遭難事故を5つまとめて紹介するぜ。遭難事故か、遭難事故って聞くと色々と辛い気持ちになるのよね。苦しい時間が長いし、とにかくすごく大変なイメージで。確かにな。ただ、絶対に気をつけてもらいたい教訓も詰まってるし、今回は特に調子に乗っちゃった感ややらかした感が強い過去動画を集めてみたぜ。あら、教訓が詰まってると言われたら付き合うしかないわね。いろいろと勉強になるところもあるから、ぜひとも聞いてほしいんだ。わかった、よろしく頼むわ。今回は、万里の長城遭難事故について解説するぜ。万里の長城って、中国の世界遺産だよね。結構観光客とかも多いイメージがあるんだけれど。そんなところで遭難って、一体どういうこと？単に城壁の通路を歩くだけじゃなく、その近くの山々を巡るトレッキングツアーを日本の旅行会社が企画していたんだよ。そのツアーの最中に遭難事故が起きてしまったんだ。なるほど。それだけ険しい山を登ってたってことなのかしら？残念ながら山自体が険しかったというよりも、ヒューマンエラーによって起こされた事故と考えられているな。ええ。ヒューマンエラーの遭難事故って、それに巻き込まれた側はたまったもんじゃないね。そこのところもしっかり解説していくから、心して聞いてくれよ。よろしく頼むわ。事故が発生したのは2012年11月のこと。中国の河北省にある世界遺産、万里の長城では、日本の旅行代理店が企画した登山ツアーが行われていた。内容は10月28日から11月5日の9日間にかけて、合計100キロもの万里の長城周辺の登山コースを巡る、というものだったんだ。9日かけて合計100キロって結構ハードじゃない。しかも、道路で舗装された道じゃなくって、登山だもん。かなり体力持ってかれるよね。屈強な山男とかじゃないと耐えられないんじゃ。私もそう思うぜ。ところがこのツアーに参加していた日本人観光客はいずれもお年を召していた方だったんだ。なるほど。確かに登山ツアーの客層って言うとそうなってくるわよね。具体的にはどれくらいの人数がツアーに参加したの？このツアーに参加したのは、日本人4名と添乗員のスタッフ1名、そして現地の中国人のガイドが1名の計6名だな。一行は11月3日は朝の8時から登山を開始し、昼頃には万里の長城に到着していた。ふんふん。聞いた限り、ここまでは順調そうね。だが、午後1時頃から急に天気が崩れ始めた。ひどい大雪によって、周囲はあっという間に雪景色に変わり、身動きが取れなくなってしまったんだよ。うわぁ。山の天気は移ろいやすいって言うけど、それにしても急だね。季節外れの大雪で、ガイドもこんなに天候が大崩れするとまで予測はできなかったみたいだな。この時中国人観光客も近くにいて、彼らは山を降りてから救助要請を出しているぜ。それだけ過酷な状況だったのね。でも、ツアー参加者の人たちは山を降りなかったの。それが参加者のうちの一人が激しく衰弱してしまってな。結局その場で一晩を過ごすことになってしまったんだよ。ああ。そりゃ見捨てていくわけにはいかないね。時間が経つにつれて、雪はどんどん激しくなっていった。一行は互いに寄り添い合って、どうにか段を取ろうと試みたが、先に衰弱していた男性の呼吸が止まってしまう。そんな、登山における低体温症は本当に恐ろしいんだ。人間が生命を維持するためには、脳や心臓、肺といった重要な器官の温度、すなわち深部体温、と呼ばれるものが35度以上に保たれていなければいけない。あまりにも寒すぎると、内臓が適切に働ける状態じゃなくなっちゃうんだよね。そういうことだ。一行はそのまま夜を明かしたが、朝になっても救助は来ない。この段階で業を煮やした現地のガイドが、自力で下山を始めた。まあ、そのままそこで待ってても自利品だもんね。運が良ければ、救助隊とすれ違いで拾ってもらえるかもしれないし。実際、ガイドは昼頃には救助隊と遭遇するんだ。そこで救助隊が遅れたのは、遭難者の現在地がどこかを特定できなかったからだ、と判明する。雪で視界も悪いんだもんね。そりゃそうなるわ。ガイドは一命を取り留めたが、一方で残った人たちは大変なことになっていた。最初に亡くなった方に続き、二人の日本人観光客もまた、その日のうちに死亡が確認されたんだ。九死に一生を得た残りの一人の参加客も、凍傷で入院を余儀なくされたぜ。ひえー、かなり悲惨なことになっちゃったのね。
でもちょっと疑問があるんだけど。お、どうした霊夢。ガイドの人が大雪を想定できなかったって言ってたけど、とはいえツアーがあったのは11月よね。地方にもよるだろうけど、雪なんてそこまで珍しいことでもないじゃない。それを想定できなかったっていうのは怠慢なんじゃないの。いやいや、本当に想定外すぎる大雪だったんだよ。具体的に、どれくらい想定外だったのよ。そうだな。メディアによっては、過去50年以上はない規模の雪だったと語っている。北京市当局から2番目に高い警戒レベルの警報が発され、現場周辺の道路も積雪で交通不能になるほどだ。ちなみに、この中国人ガイドの当時の年齢は20代。予想しろって方がちょっと無理だよな。そんなにか。それは確かに、ちょっとガイドを責めるのはお門違いかも。ともあれ、この予想外の大雪は今回の万里の頂上遭難事故の原因の一つであると言えるな。その言い方だと、他にも事故の原因があるって感じだね。その通り。最大の問題は、ツアーを企画した会社の安全管理だ。そもそも今回のツアーを企画していたのはアミューズトラベル株式会社。この事故の3年前に、トムラウシ山遭難事故、という別の事故を起こしていた会社だった。あれ、そっちの事故もなんか聞き覚えあるよ。お、気づいたか。実はこちらの遭難事故についても、過去にこのチャンネルで動画として取り扱っているんだぜ。確か、北海道で登山ツアーやってたんだよね。で、事前の天気予報の時点で天候が結構怪しくて、さらに実際にツアー中にどんどん天候が悪化していくのに、なかなかスタッフが下山を決心できなくて、みたいな話じゃなかったっけ。その通りだ。夏場であったにもかかわらず、何人ものツアー参加客が低体温症で亡くなってしまうという、大変ショッキングな事故だったな。そんな大変な事故を起こしたんだから、当然それ以降は、再発防止ってことで一層の安全対策をしているもんじゃないの。正直、お年寄りの方々と9日かけて100キロトレッキングって、聞いた限りでは結構無茶な感じはするけど。当然そのあたりはしっかり、安全なコースとかを事前にチェックしてたのよね。いや、全然。え？アミューズトラベルは実際にトレッキングでツアー参加客が訪れることになる現地について、一切の下見を行っていなかったんだ。ええ。普通は下見はするもの、なのよね。普通はな。いくらインターネットで調べられたり、現地の人から話を聞けるとしても、自分の目で見てみなければわからないことだってある。しかもこのツアーで訪れる予定だったコースは、どうやらかなり特殊なものだったようでな。特殊っていうと、言い方を変えるなら、穴場ってことだ。多くの観光客が訪れる有名なポイントを選ぶのではなく、あえて整備されてない道を使って観光客向けではない生の万里の頂上を見学するって感じだろう。ってことは、当然、それだけ厳しい道になるよね。なのに下見を一切しないって怠慢以外の何者でもないわ。かばうわけじゃないんだが、どうやらこのツアー企画を任されたのは入社1年目の新入社員だったんだよ。そのあたりの必要な下準備や手続きなんかが、もしかしたらよくわかっていなかったのかもしれない。いやいや、入社1年目が完璧に仕事できないのはしょうがないとしてもさ、先輩とか上司とか、周りの人間がフォローなりチェックなりしてあげるべきでしょ。3年前の事故で、登山の危険さはよくわかってるはずじゃないの。そもそも入社したての1年目にそんな企画全部任せるって普通ありなわけ。気持ちはよくわかるぜ。ともあれ、ろくな下見もせずに無謀なコースを選んだこと。こちらも、今回の事故に至った大きな要因であると言えるな。ちなみにその後に行われたアミューズトラベル企画のツアーに関する調査で、社員に現地の下見をさせていないツアーが全体の1、2割ほどある、ことも明らかになっている。いやもう状態化してるレベルじゃん。これ、企画したその1年目の新入社員さんの責任じゃないでしょ。他にも、安全性の管理にも問題があるとされているな。なんか、これ以上は聞くに耐えないんだけど。例えば、どんな、現地で何か問題が発生した際に、スタッフは会社に連絡するための手段として携帯電話を持たされていたんだが。うん。それ自体は、何もおかしなことじゃないね。だが、これが衛星電話のようなまともな装備ではなく、極めて普通の携帯電話だったんだよ。それが何か問題あるの。終わりだぜ。山に登るんだぞ。あ、通話可能地域が広い衛星電話であれば、登山中に何かしらの問題が起きても連絡は可能だろう。だが普通の携帯電話であれば、当然ほとんど圏外だ。連絡なんてできるはずがないよな。
うわぁ。それはひどい。あんまりだわ。しかも基本的にはこのツアーは問題がなければ連絡しない、という方針だったんだ。でもその方法だと、連絡がなかった時に特に問題が起きていないからわざわざ連絡しない、のか、それとも問題が起きて連絡ができない状況、なのか、判別がつかないわよね。だな。できれば定期報告のような形で、問題がないことを都度伝えるような体制を取るべきだった。このため、まさかの大雪で遭難した際に、スタッフが本社に連絡を取ろうとしても圏外で繋がらなかった。スタッフから連絡が来なくても、本社は連絡がないのだから何もトラブルは起きていない、と考えていたんだよ。これはちょっとボンミスが過ぎない。まだあるぞ。他にも、ツアー参加者への服装や装備の指示が不適切だったんだ。どんな服装を指定してたの？フリースとセーターだったらしい。確かに、アウトドア向けのフリースなんかも売られてはいるが、今回遭難が発生した地点に適した服装ではなかったそうだ。もっとガチの防寒着とかを用意させておくべきだった。ってことね。ここからは事故のその後について紹介しよう。トムラウシ山遭難事故、出ていた温床による死亡者を出していたにもかかわらずずさんな管理体制によって類似の事故を再発させてしまったアミューズトラベルには、当然ながら処分が下った。そりゃそうだよね。過去の大きな失敗から、何にも学んでいないってことだもん。これはちょっと許せないわよ。大雪は想定外だったとしても、装備の指示やツアーのリスク管理は全くできていないと言っていい状態だったからな。これを受けて同年12月15日にはアミューズトラベルに業務停止命令が下り、翌年の2月4日までの旅行業務ができなくなってしまった。それは良かったわ。まあそもそもこれだけの事故を起こした会社のツアーに参加したい人なんてなかなかいないわよね。事業再開するのもかなり厳しいんじゃないの？その通り。何せ2回も事故を起こして、人の命が失われているからな。結果アミューズトラベルは事業の継続が困難になったこと、また2回の事故を重く受け止めたことを理由に、12月20日付で廃業を決定する。まあ、そうなるよね。一部の役員を残して、社員約50名は全員解雇。残った社長らはすでに企画されていたツアーの代金の返金対応や遺族の方々への補償、観光庁の対応などに追われたようだ。でも、今回はその会社がやらかした部分が大きい事故だったけどさ。実際登山やトレッキングってなると、事前の準備やその場の迅速な判断がないと、ちょっとしたことで命を落としてしまうわけだよね。その通りだな。他の旅行会社や観光業に携わる人々もこれを対岸の火事とせずに、似たような事故を起こさないよう安全管理を徹底してほしい。今回は愛知大学山岳部薬師岳遭難事故を紹介するぜ。事故名に内容が全部出てるタイプだ。北アルプス薬師岳で登山中だった愛知大学山岳部所属の13名が全員死亡したという前代未聞の遭難事故だ。13人も。ああ、そのあまりの犠牲者の多さから、日本の山岳遭難において最も有名な事故の一つにも数えられている。一体何が原因でそんな大規模遭難に？まずはいつものように、事故の経緯から説明していくぜ。1962年12月、愛知大学山岳部の13名からなる一行が、富山県にある薬師岳の登頂に挑戦した。真冬のど真ん中に登山を。彼らは将来的に、ヒマラヤ遠征を視野に入れていてな。ヒマラヤって、世界最高峰のエベレスト山頂がよく知られている、あのヒマラヤ山脈だよね。大学生の登山部員だけで挑むのは、さすがにちょっと厳しいんじゃないかって思うんだけど。まあ、ヒマラヤといえば必ずエベレストに挑むってわけでもないからな。ともあれ、そのヒマラヤ遠征に向けた訓練を兼ねて、準極地方と呼ばれる登山方法を実践で身につけようと、冬の山での合宿に及んだんだ。ああ、なるほどね。いきなりレベルマックスの山に挑むんじゃなくって、似たような環境で一度挑戦してみて、肌感や課題を確認しようってことか。そういうことだ。そう考えるとなかなか堅実だろ。それでも12月の登山がリスキーであることには変わりないと思うけど。で、合宿ってことはそこからしばらく、山の中で暮らす感じかな。そうだな。予定では1962年12月15日から、翌年の1月6日までの行程だった。
また、時を同じくして、日本歯科大学山岳部の6名からなる登山メンバーもまたこの薬師岳の登頂に挑んでおり、彼らとは途中で行動を共にしている。まあ有名な山ともなれば、そりゃたまたま同じ時期に一緒に山に登っていることもあるよね。人数が多いに越したことはないし、同じタイミングの登山って偶然もあったから、意気投合したのかな。ちなみに、こちらの日本歯科大学山岳部の6名は、いずれも無事に山を降りているんだぜ。そうなんだ。ってことは、どこかで2つのグループの命運を分けたポイントがあるってことだね。そういうことになるが、ともあれ薬師岳に視点を戻そうか。12月31日には、愛知大学の山岳部13名、日本歯科大学の6名がいずれも太郎小屋と呼ばれる小屋にたどり着いた。だが、昨日から続く悪天候の影響でなかなかそれより先に進めず、彼らは小屋内で年越しを迎える。そこの絵面だけ見たら、秘密基地っぽくて楽しそうではあるんだけど。年明けて1月2日、ようやく少し空模様が良くなったため、両大学の登山メンバーはそれぞれ頂上へ向けて出発した。だが、知っての通り、山の天気はひどく移ろいやすい。今日は晴れるのかな？って思っても、次の瞬間に雨や雪が降り出したりするからね。あっという間に猛烈な地吹雪が訪れて、頂上へ向かうまでの稜線では風速30メートル近くもの烈風が、地面に積もった雪を巻き上げていた。とてもじゃないが、登山を続けられるコンディションではないな。へぇ。折り悪く、この1963年、すなわち昭和38年というのは、後に38豪雪、と呼ばれる日本各地を襲った雪害があった年でな。あ、それは聞いたことある。温暖な気候であまり雪が積もらない九州や四国ですらも積もり積もって、記録的な大雪になったんだよね。そんなタイミングで雪山訓練だなんて、こればかりは運が悪かった、としか言いようがないぜ。ただ、生還した日本歯科大学のメンバーの証言によれば、この時の愛知大学は全員が軽装備で、極地方の訓練中とは思えなかったって話だ。雪害のあるタイミングでの登山で軽装か。なんと、パーティの中に地図やコンパスを持っている人間が誰一人としていなかった、って話もあるほどだ。いや、それはいくらなんでもヤバすぎなのでは。その後、あまりの猛吹雪で両者は互いに互いを見失った。どうにか登頂に成功した日本歯科大学の一行は、その後少しの間、愛知大学の一行が登ってくるのを待っていたが、しばらく待っても、彼らは来なかった、と。残念ながらな。以降、愛知大学山岳部の13名は誰にも目撃されることはなかった。そんな。日本歯科大学はその後に太郎小屋へと戻り、天候が回復するのを待ってから1月4日に下山を開始し、食料が尽きた1月9日にギリギリで無事の生還を果たした。一方その頃、愛知大学は下山の予定日を過ぎても山岳部と連絡がつかなかったので、富山県警に捜索を頼むんだが。だが、38豪雪の弊害がここにあってな。まず、第一次捜索隊が山に入ったのが1月16日になってからだったんだが、なんと、登山口にすら 3.6 メートルもの積雪となっており、とても捜索のために山に入れる状況ではなかったんだよ。さ、3.6 メートルって？成人男性2人分。また、10人以上の若い学生たちが冬の山に置き去りにされている、ということでマスコミ報道が過熱してな。なんと独断でヘリを強行させ、彼らが滞在していた太郎小屋の脇に強引に着陸させたんだ。いや、取材根性すごいな。時代も時代だしな。だが、残念ながらスタッフが太郎小屋の中を確認しても、そこに愛知大学山岳部のメンバーはいなかった。ああ、一縷の望みが。その後、1月末までヘリコプター60台が飛び交う大規模な捜索が行われたものの、残念ながら、人影どころか捜索の手がかりすら得られなかった。己38号説明。さて、これ以上の捜索は難しいと判断され、愛知大学山岳部の救助は雪解けを待つということになった。当時は5月を過ぎるだろうと見込まれていたが、同年3月23日、やはりこの薬師岳で冬季訓練を行っていた名古屋大学の山岳部が、たまたま5名の遺体を発見する。おう。彼らから連絡を受けた新聞社のヘリが山中へと向かい、遺族に知らせるとともに、改めて遺体の状況や位置を確認した。5名分の遺体が発見された場所は、本来の登頂ルートからは大きく外れたポイントだったんだ。地図もコンパスも持っていないんだから、そりゃ迷うよね。
豪雪によって視界は悪く、あたり一面が雪景色ともなれば、目印になるようなものも見当たらない。こんなシチュエーションでは、ベテランの登山家がフル装備で挑んでも、迷う可能性は十分にある。ところで、発見されたのは5名分って話だったけど、残りのメンバーは、それ以降は遺体の発見されたポイントを中心に改めて捜索が行われ、合計で11名の遺体及び遺品を回収することになる。愛知大学の山岳部員は13名って話だったよね。ということは、残りの2名は、いやいや、ちゃんと見つかっているぜ。ただ、捜索が非常に難航してな。最後の2名が見つかったのはそれから半年以上も経過した、10月14日になってからのことだった。遭難したのが新年を迎えてすぐだから、実質10ヶ月以上も放置されていたのか。後の調査によって、彼らはどうやら薬師岳の頂上手前で視界不良のために挑戦を断念し、そこからキャンプに引き返す途中で道に迷った、という推測がされている。ビバークによって一時的に豪雪をしのごうと試みるも、その間にもどんどん気力や体力を消耗し、1月4日頃には、本来のルートに戻る途中で疲労凍死、あるいは滑落死に至ったのではないか、とのことだ。ベテランの登山家でも迷うような環境ではあったんだろうけどさ。それにしても、地図もコンパスも持っていなかったのは致命的だよね。そうだな。ただ、後に愛知大学によって出版された遭難報告書によれば、それは遭難の一因に過ぎない可能性があるんだぜ。どういうこと？報告書によれば、今回の遭難に至った経緯として、他にもいくつかの要因が考えられるとのことだ。例えば、真冬の山に挑むに足るメンバー構成や装備だったのか、事前の準備が足りていなかったんじゃないか。とか、そういうことだな。そういえば、日本歯科大学のメンバー6人が見かけた愛知大学のメンバーは、みんな冬の山に挑むとは思えない軽装だったって話だったね。全員が亡くなるという悲劇ではあったが、必ずしも38号説だけがその要因ではなかった。現に、日本歯科大学の登山部員たちは、ギリギリではあったものの生還しているわけだしな。たられば、を語っても仕方ないことではあるんだが、冬の山を侮らず、きちんとした計画や判断で挑んでいれば、違った結果があったかもしれない、ってことだね。そういうことだな。冬の山の恐ろしさと、それに挑むことの敷居の高さを、改めて実感するお話だったよ。今回は1996年に起きたエベレスト大量遭難について解説していくぞ。エベレスト、私でも知ってるよ。世界一高い山でしょ。小学生でもわかるくらい有名だな。ヒマラヤ山脈にある標高8848メートルの山で、山頂は中国とネパールの国境上にあるんだ。そんなところにあるの。知らなかったのかよ。まあ、エベレストなんて絶対危険よね。どんな事故が起きても不思議じゃないと思うわ。霊夢の言う通り、エベレストは技術が高い人が気をつけて万全の装備で登ったとしても命の危険がある、そんな山だ。とはいえこの遭難事故は起こるべくして起こった、とも言われているな。どういうこと？そこら辺も含めてじっくり解説していくからしっかり聞いてくれよ。よろしく頼むわ。まずは事故の概要について解説していこう。1996年、エベレストで大量遭難事故が起きてしまったんだ。死者数は8名、そのシーズンの合計で言えば12名が死亡してしまったぜ。ひえー、いくら危険と言っても、そんなに亡くなっていたなんて。この遭難事故が起こった背景から知っていくと、なぜこの事故が起きたかが分かってくるぜ。背景。エベレストに人間が初めて登頂成功したのは1953年。それまで難攻不落の山とされていたエベレストだったんだが、これ以降どんどん商用化が進んでしまったんだ。商用化。エベレストを商用化って、エベレストの土地を売るわけじゃないわよね。まさか、エベレストの登山ツアーが登場するようになったんだよ。ええ。でも、最初に技術がある人でも命を落としかねない山って話をしてたわよね。そんなところ、登山ツアーで登ろうなんてとてもじゃないけど思えないんだけど。私もそう思うぜ。ところが1985年、実用化のディック・バスが大量のガイドを雇ってエベレストを登頂することに成功。その話をセブン・サミットという本に記して出版したところ、世界中の富豪たちがエベレストを目指すようになってしまったんだ。よくわからないんだけど、お金をたくさん払えば安全に登れるようになるものなの。厳しいことに変わりないが、そうだな。ガイドや、
現地の少数民族による山岳ガイド、シェルパ、によってあらかじめルート工作や荷上げをしてもらえるんだよ。その分、本来必要な技術や経験がなくても、エベレスト登山に参加できる状況だったんだ。そうなんだ。で、いくら払えば行けるの？今回の事故の話の中心になる商用登山の会社、アドベンチャー、コンサルタンツ社、のツアーでは一人6万、5千ドル、約700万円だぜ。700万円？そりゃお金も時間もある人じゃないと登れないよ。そんな人なかなかいないんじゃないかしら。それが実はたくさんいたんだよ。1990年代にはこういった商用的な登山が主流になって、ルートが狭い場所では渋滞が起こることもあったんだ。人数もそうだが、技術的な側面も大きいぜ。技術が未熟で時間がかかってしまうってことね。登山で渋滞って、しかも危険な場所での渋滞だ。ヒラリーステップというエベレストの山頂付近にある高さ約12メートルの岩壁は一人ずつしか登れず、4時間待つこともある。渋滞に12時間も巻き込まれて死亡したケースもあったぜ。12時間。こんなところで12時間も待たされるなんて想像できないわ。だろ、そんな状態のエベレストで起きてしまったのが今回の事故なんだ。なんかもうこの先を聞くのが怖いわ。じゃあここからは事故の経緯について話していこう。アドベンチャー、コンサルタンツ社は探検家のロブ、ホールが、世界中のアマチュア登山家を引率してエベレスト登頂を目指すというツアーを行ったぜ。いわゆる商用登山隊だな。お金を払ってガイドやサポートをしてもらうやつね。そうそう。同時にスコット、フィッシャー率いるマウンテン、マッドネス社の商用登山隊もいて、行動を共にすることになったぞ。他にも南アフリカ隊や台湾隊がいたんだ。ええ、そうなってくるとかなりたくさんの人がいたってこと？そうだ。そしてそれも今回の事故の原因の一つになったぜ。渋滞を避けるために登頂予定日を分ける取り決めをしたのだが、南アフリカ隊は非協力的だったり、台湾隊は合意したと思いきやひっくり返したりで現場はかなり混乱していた。国が違えば文化も違うし、コミュニケーションが難しいのもあったのかな。ただでさえエベレスト登頂は命がけだし、譲れないものがあったのかもしれないしな。まあみんな700万円もかけてきてるんだもんね。いくらお金持ちでもそれで登頂できなかったらたまらないわよ。そういうことだな。その中でも最もその思いが強かったのがアドベンチャー、コンサルタンツ隊にいたダグ、ハンセンという男性だな。え、そうなの。ああ。何せ他の参加者たちの多くがそれなりの資産家の中で、ダグは普通の郵便局員だったんだ。お金をコツコツ貯金して前年にもこのツアーに参加していたんだが、頂上手前で断念してしまったんだよ。ええー。普通の郵便局員の収入でこんなお金を二度も用意するなんて、本当に人生をかけてでも登りたかったのね。ああ。その分、アドベンチャー、コンサルタンツ側も登頂させてあげたいという気持ちが強かったぜ。会社としての実績にも関わるしな。そうなるわよね。そりゃそんな人が参加してるなら、何としてでも登頂させてあげたいと思うわ。だがこれがあだとなる。後にわかるぜ。今からだいぶ嫌な予感がするわ。そんな状況下でアドベンチャー、コンサルタンツ隊とマウンテン、マッドネス隊は5月10日午前0時、標高7951メートルの第4キャンプを出発して頂上に向かった。午前0時、すごい時間に出るのね。登頂から下山まで明るい時間に終わらせないと危険だからな。下山完了の時間に合わせて時間を設定しているんだよ。ということは、登頂にもタイムリミットがあるってこと？その通り。せっかく登っても帰ってこれなかったら何の意味もないからな。今回のタイムリミットに関しては14時だった。ってことは14時間もあるんだ。さすがにそんなにはかからないだろうし、かなり余裕を持ってスケジュール組まれてるのね。そう思うよな。ところが、出発予定の取り決めの混乱や不備で出発が遅れたことや、顧客の体力や技術面にも問題があり、タイムリミットに間に合わなかったんだ。そうだったの。じゃあ引き返すしかないってことよね。もちろん引き返すのが正解だな。しかし顧客たちは約700万円も支払っているという背景から、なかなか引き返せず、顧客の一部はタイムリミットを過ぎても登山を続けたんだよ。ええ。そりゃ気持ちはわかるけど、ちなみにヒラリーステップ渋滞で引き返し、下山した人たちは遭難していないぜ。命を落としかねない危険な場所なんだもの。諦めは肝心ってことよね。さて、タイムリミットを超えても登頂を続けたメンバーも15時頃にはようやく登頂に成功する。アドベンチャー、
コンサルタンツ隊に参加していた難波安子という日本人女性もこのタイミングで登庁しているな。日本人も参加してたのね。ああ。そしてその交代を率いていた探検家のロブが、大幅に遅れてしまっていたダグを頂上で1時間以上待ち、16時半からダグと共に下山を開始したんだ。ダグって郵便局員の人よね。これでようやく登庁に成功できたってことなのね。そういうことだ。ただ恐ろしいのはここからだよ。すでに時間は16時半。本来なら14時には下山を始めていないといけないのに、すでに2時間半も遅れてしまったんだ。地上ならまだ下極寒の山の上だもんね。予定よりプラス2時間半も経過してると疲れもすごそうだわ。その通り。荷物もあるし、すでにメンバーはヘロヘロの状態だ。そしてここに来て天候が悪化してしまった。ここでアドベンチャー、コンサルタンツ隊のガイドが行方不明になり、隊長のロブも動けなくなってしまったぜ。そんな。一方その頃、アドベンチャー、コンサルタンツ隊とマウンテン、マッドネス隊の混合グループの11人は、下山中に暴風雪に巻き込まれてしまい、下山ルートを見失い立ち往生してしまった。雪山で立ち往生なんて怖すぎるわよ。私もそう思うぜ。実は彼らが立ち往生していたのはキャンプからたった200メートルほどの場所だったんだ。ところが夜になって視界が悪かったことと、高山病から来る視界の狭さ、思考能力の低下から正常な判断ができなかったんだよ。そのせいでキャンプの近くで深夜まで待機することになってしまう。環境的にも体力的にも、本当にギリギリの世界ね。そんな中、一瞬雲の切れ目を確認できたことから動くことができた6人だけがキャンプに戻ったんだ。そして残してきた5人の救助を依頼したぜ。よかったわ。じゃあこれで少なくともこの11人は助かるのね。残念だけどそうはいかなかったんだよ。救助の依頼をされても、他のタイのガイドやシェルパにも余裕はなかったんだ。結局救助に向かったのはマウンテン、マッドネスタイのガイド1人だけだった。それでも1人は助けに行ってくれたのね。ああ。ただ1人だけでは救助にも限界がある。結局彼は比較的状態の良かった事態の3人を救助するので精一杯で、残りの2人は残されることになってしまった。そのうちの1人が日本人で参加していた難波だったんだ。じゃあその2人は、残念ながら難波は亡くなってしまったな。もう1人は助かったが、片腕が動かなくなってしまったぜ。それでも生きて帰れたなら良かったわ。というか、隊長のロブはどうなったの？確か身動き取れなくなっちゃったのよね。遭難の次の日の朝にロブから無線連絡があって、ロブと一緒に行動していたダグが凍死したこと、酸素ボンベが凍りついて酸素を吸引できなくなったことが伝えられたんだよ。それじゃあもう、ああ。ダグは国際電話で妊娠中の妻へ最後の別れと、生まれてくる子供の名前の候補を伝えたんだ。それが最後の連絡になってしまった。悲しすぎるわ。映画のワンシーンみたいだけど、実際にあった話なのかと思うと辛くなるわね。実際映画にもなっているしな。ちなみに生まれてきた娘にはその名前が付けられて、妻と娘は15年後にキリマンジャロの登頂に成功しているんだ。きっと天国でダグも喜んでるでしょうね。こういった経緯で、結局8名もの人が遭難し命を失ってしまったんだよ。エベレストって本当に怖いのね。でも、どうしてそもそもこんなことになってしまったの？危険な山とはいえ、ここまでの遭難事故は起きないと思うんだけど。よし、じゃあここからは今回の遭難の原因について解説していこう。これは大きく分けて2つあると言われている。まず1つ目の原因はツアーの参加者の中に技術的にも知識的にも未熟なメンバーがいたことだ。でもエベレストに登るのよ。みんなそれなりに訓練してきたり、勉強してくるものじゃないの。そう思うだろ。ところが、そうじゃなかったんだよ。あまりに技術的にも体力的にも不十分な状態で参加して、結果ガイドやシェルパに多大なフォローをさせた人もいたし、中にはエベレスト登山ではありえないようなわがままを言った人もいたんだよ。わがまま。酸素ボンベを使わない、無酸素登頂、したいって言い張った人がいたんだよ。それはさすがに無茶じゃないの。まあ一応達成した人もいるが、それはあくまでかなりの熟練した登山者だ。だから当然これは却下されたんだが、それでも何度も主張したそうだ。その結果かなり険悪なムードになったそうだぜ。そりゃ険悪にもなるわよ。信じられないわ。また中には不要な資材を大量に持ち込む人もいたそうだ。エベレスト登山はわずかな荷物の重さも命取りになる。これはありえない危険行為だぜ。
そんなこと事前に調べておけばすぐわかりそうなのにね。そして二つ目の原因は顧客の影響でガイドやシェルパが疲弊していたことだ。話を聞いてる限り、かなり疲れそうな雰囲気ではあるわよね。その通り。そもそもエベレストっていうのは最初に話した通り、どれだけ登山の経験がある人でも命を落としかねないような場所なんだ。そんなところで、体力や技術が未熟な顧客を引き上げたり、体調不良者をキャンプまで送ったりしないといけない。その対応でガイドはかなり疲弊していたんだよ。確かにそれだけ危険な場所で未熟な人のフォローまでしないといけないなんて、なかなかハードだわ。さらに登山中に性交渉を行った参加者もいたんだ。もともとエベレストは地元の人たちにとって神聖な山だ。そんなところで性交渉なんてしたことで、シェルパが激怒したんだよ。ガイドはこの仲裁にも駆り出されたぜ。いくらなんでもやりたい放題すぎるわよ。難攻不落だった頃のエベレストには熟練した登山者しかいなかったんだが、商用化が行き過ぎてしまったことで登山者が増え、かつ質が低下してしまったんだよ。そこに天候も災いして今回の事故が起きてしまったんだ。今は商用登山のあり方が見直されてきて、事故は減ってきてるな。それは良かったわ。でも、そもそもどうしてエベレストはここまで危険なの？世界一高い山なんだから色々大変なのはわかるけど、具体的にはどこがどう危険なの？まず酸素が薄いことが一番大きな要因だな。事前に酸素の薄さに体を慣らさないとまともに動けないし、酸素が限りなく薄くなる頂上近くのデスゾーンでは酸素はなんと地上の3分の1しかない。ここまで来ると何もしてなくても、そこにいるだけで死んでしまうような場所だよ。ひえー。だから酸素ボンベが必要なのね。そういうことだ。ただ酸素ボンベも無限ではない。荷物が重いと身動きが取れなくなるから、ギリギリの量しか持っていけないんだ。だからほとんどの人が酸素が足りなくなり、高山病になってしまうな。考えただけでゾッとするわ。さらにエベレストにはおびただしい数のクレバスという地面の裂け目が潜んでいて、これを渡っていくのもかなり大変だ。他の山では使わないような技術が必要になってくるぜ。なんか改めて聞くと本当に過酷な環境なのね。そういうことだ。本当にちょっとした油断や判断ミスで命を落とすような場所なんだよ。だから少なくとも登山にかかった費用を惜しんで諦める判断ができない人は登らない方がいいな。十分な知識や技術、体力だけじゃなく、スパッと諦めるメンタルも必要ってことね。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。今回は、逗子海星高校発砲尾根遭難事故、を紹介するぜ。またえらく長い名前の事故名だけど、内容はやっぱり読んで字のごとくって感じかな。うむ、逗子海星高等学校の山岳部の顧問及び生徒たちが課外活動中に遭難し、亡くなったというものだ。まだ若い学生の命が。今回の遭難事故では、原因と責任がどこにあるかをめぐってかなり揉めてな。というと、今回の課外活動に参加したのは、逗子海星高校の山岳部生徒とその顧問教師だった。だが、顧問教師はこの登山について、学校側から許可を得ていなかったとのことなんだ。ええ。で、これを理由に逗子海星高校は、生徒間の私的な旅行であったために学校側に管理責任はなかった、と主張してな。ええ。申請がなかったからクラブ活動じゃない、クラブ活動じゃないから学校の管轄じゃない、ってこと。で、それを理由に被害者遺族への賠償金支払いを拒否したことで、ご遺族の方々がブチ切れて裁判に発展する。そりゃそうよ。そもそもなんでこんなことになっちゃったのよ。そこら辺も含めてじっくり解説していくから、心して聞いてくれよ。よろしくお願いするわ。1980年12月、神奈川県逗子市に今日構える逗子海星高等学校の山岳部は、冬休みを利用しての登山を計画していた。おう、冬の山か。雪崩や低体温症の危険もあるし、視界も悪いから、かなり難易度が高いイメージがあるけど。計画では、長野県白馬村にある飛騨山脈。通称、北アルプスの山脈を形成する唐松岳の八方尾根にて、雪上訓練を行うことになっていてな。この八方尾根には国内最大規模のスキー場も設置されており、夏は登山客、冬はスキー客でシーズン問わず賑わっているぜ。確か、長野オリンピックの会場になったスキー場じゃなかった。お、詳しいな。ともあれ、そのスキーの名所にもなる有名な山で雪中登山しましょう。ってことになったのね。だが、ここでまず問題が一点。
この山岳部の顧問は冬山における登山の経験がほとんどなかった。え？当然、今回の登山に参加した高校生たちにだって、雪山の経験は期待できないよな。つまり、この雪中登山のメンバーは実質素人の集まりで構成されていたってことだ。いやいや。少なくとも顧問の先生は経験者じゃないとダメじゃないの。なので、深い雪の上を歩くために靴に装着する、わかん、や、緊急時用の小型テントである、セルト、など、雪中登山に必要な装備や、それどころか磁石すら持たずに雪山に向かってしまったんだ。無茶すぎる。さて、同年12月26日。冬ど真ん中じゃない。まさしく玄関期のど真ん中の北アルプスに挑んだ、逗子海星高校山岳部に所属する高校1、2年生の計5名及び院卒教師1名だったが、同日午後2時以降に消息を絶つ。そりゃそうなるわよ。帰宅予定は翌27日の夕方だったが、それを過ぎても子供たちは一向に帰ってこなかった。心配した保護者たちが学校に連絡し、29日には教職員らと共に現地へと向かったんだが、猛吹雪のためにケーブルやリフトは運行停止しており、また雪崩の危険もあったために捜索活動ができなかった。逆に言えば、それほどの悪天候の中で山岳部の生徒と顧問の先生が取り残されているってことよね。30日には警察からの要請を受けて陸上自衛隊のヘリが出動し、山中で逗子海星高校山岳部のものとみられるいくつかの物資を発見する。しかし、遭難者たちの消息は依然として不明。31日夜には、これほど時間が経ってまだ生存しているとは考えにくい、ということで、捜索の打ち切りが決定された。そんな。遺体が回収されたのは、翌年の5月。だいぶかかったわね。連休時期を利用して、大量に人員を投入して大規模な捜索活動を行ってな。その結果、本来の登山ルートから離れた場所で、変わり果てた姿となった生徒たちと顧問教師が発見されたんだ。さて、ここからは事故の原因について少し補足しておくか。原因なんて明らかでしょ。経験のない素人が学生を引率して真冬の雪山に登山なんて、逆に無事で済む方が奇跡だよ。それはもちろんその通りなんだが、それが全てではないってことだよ。というと、補足として、この年の北アルプスは例年にない豪雪に見舞われていた。このために視界が覆われて目標地点や現在地の目印を見失ったのではないか、と考えられている。ああ、天気にも恵まれなかったってことね。言わずと知れたことだが、雪山の登山は普通の登山とはわけが違う。雪崩や低体温症のリスクがあるからね。天気だって急に変わるし。それに、特に日本の富士山や日本アルプスの稜線は、世界でも稀に見る強風地帯として知られていてな。晴れている時でも突風が吹いて、積もった雪が吹き飛ばされて煙のように視界を覆ってしまうんだ。うわ、辺り一面が真っ白の雪景色で視界を覆われてしまえば、今まで通ってきた道さえもわからなくなってしまう。フル装備の熟練者でも生還できない危険が十分にある。そもそも登山の熟練者って危ない山でも登れる技術がある人、じゃなくって、危険を察知してすぐに引き返す判断力がある人、ってイメージがあるよ。ほとんど冬山の経験がない普通の顧問教師に、その判断力を期待する方がおかしいよな。つまり、未経験者だらけの雪中登山も無謀だけど、そもそも山のコンディションが超鬼畜ハードモードだったってことね。さて、ここからは冒頭でも軽く触れた、この遭難事故をめぐる訴訟問題について紹介していくぞ。学校側の言い分としては、顧問からの申請がなかったので部活動ではない、だから学校側に管理責任はない、ってことだったね。まあまあ無茶苦茶なこと言ってると思うけど。とはいえ、教師と生徒が学外で起こしたことの責任は全部学校が負うべきだ。ってのも、また暴論じゃないか。だとしても、山岳部の生徒と山岳部の顧問が登山活動を行ったのは、旗から見ても申請をしなかっただけの実質部活動じゃない。仮に学校にちゃんと申請していたら何か結果が変わったのかって話でもあるし。とまあ、こんな具合で話し合いは平行線だった。実は、今回の遭難事故の責任の所在をめぐっては、逗子海星高校内でも意見が二分したんだ。先生たちの間でも、学校が責任を負うべきだ。提言と、学校には責任はない。提言で割れたんだね。1981年には保護者側が弁護士を立てて、学校の理事長と校長宛に申し入れを行ったんだが、学校側からは、保護者側の求める、誠意ある回答、が得られなかった。
それどころか、当時の理事長は代理人を立てて、自ら問題の解決に携わることを放棄してしまうんだよ。ええ。保護者の方々からしてみれば、心象は最悪だよね。こっちは子供たちが命を落とした事実に真剣に向き合ってほしいのに、あとは全部代理人経由でよろしく、だもん。で、これを受けて翌年1982年、遺族の方々が総額4億1300万円もの損害賠償を求める訴訟を起こす。よ、4億円超え。だが、裁判が開かれても両者は各々の主張を一歩も譲らず、変化が訪れたのは、この寿司海星高校を母校とする、とある人物の介入があってからだった。とある人物。それが、あの、徳間書店、の当時の社長だった徳間康義氏だ。母校が訴訟問題への対応をめぐって混乱しており、教育どころではない状況にあることを知った徳間氏は、改めて聞くと、その学校に通っている他の生徒たちにとっては良いとばっちりだよね。本当にな。ともあれ、徳間氏は問題の早期解決を第一命題に据えて、なんとこの寿司改正の理事に即就任する。いや、行動力がえぐい。理事となった徳間氏は、それまで問題の解決に消極的な姿勢を見せていた他の役員らを尻目に、事態の収拾及び遺族の方々との和解に向けて動き続けた。そして、今回の遭難は私的な登山ではなく、学校行事の中で起きたこと、と認め、賠償金を支払うことを決定したんだぜ。おお、これは大きな前進だね。この決定を受けて、遺族と学校の間で和解が成立。功績を評価された徳間氏はそのまま寿司海星学園の理事長に就任し、2000年9月に亡くなるまでその職を務め、寿司海星学園の発展に貢献した。一方で、当時の理事長及び校長は、理事会で事態の積極的な解決を放棄して混乱をもたらした、ことの責任を問われ、そのまま辞任する運びとなった。なるほど、そういうことだったのね。さて、最後に今回の事故の教訓として、雪中登山の注意点をいくつか紹介していこうか。よろしく。冬の山においては、体温の確保が何よりも肝要だ。過去の山での遭難事故の紹介でも低体温症の話が出てきたけど、人間の臓器って一定以上の体温があること前提で稼働してるのよね。だから、体温が下がっていくとどんどん脳や内臓がおかしくなって死んじゃう。それが低体温症だって。低体温症は雪山において一番に考慮すべきリスクだが、それ以外にも単純に寒いってだけで体力奪われるんだよな。で、疲労が溜まると思考も鈍る。わずかな判断が生死を分けるからこそ、常に最善の判断を下せるコンディションを保っておかなければならない。なるほどね。では、雪山でその体温を奪う要素は何か。まず、単純に気温が低いよね。あとは、さっきこの時期の北アルプスは風が強いって話もしてたけど、風があるとより一層寒さを感じる気がする。風が吹きつけると、汗などの気化熱が体温を奪っていくからな。ということは、ただ防寒具を用意するだけじゃダメだね。風に煽られにくいルートを選んだり、あまりにも風が強い時にはテントを張ったり、風の影響を受けにくい場所で一時待機って判断も必要かな。その通り。また、気化熱によって体温を奪われるのを防ぐために、有効な対策がある。有効な対策？そもそもなぜ、気化熱が発生しているのかってことだ。そりゃあ、服が汗なんかを吸って濡れてるから。ああ、なるほど。汗を拭くためのタオルや着替えが必要なんだね。正解だ。とはいえ、真冬の雪山でもたもた着替えなんてしていたら一瞬で凍ってしまうから、テントや山小屋など外気と遮られた空間で着替えるのが大前提だな。あとさ、よく雪山で遭難者を探す救助犬が、首にブランデーやラム酒みたいなアルコール度数の高いお酒を入れているって話があるじゃない。ああ、あれ諸説あるらしいけどな。やっぱり、お酒を飲んで体温を上げるのって効果的なのかな。血管を広げて血流を良くすることで、手足の末端の凍傷などを防ぐなどの効果は期待できるな。だが一方で、血管が広がるってことはそれだけ放熱量も増えるってことだ。つまり、酒を飲んでも温まるのは一瞬で、そこから一気に体温が下がってしまうってことか。まあ救助犬が近くにいるってことは、捜索が近くまで来ているってことだからすぐに助かるだろうけど。とはいえ、腹の中に何か入れるってのは大事だぞ。すぐにエネルギーとして吸収されるものならなお良いな。脳に栄養を供給しつつ、体温も保ってくれる。携帯食料や魔法瓶入りの温かい飲み物なんかはありってことね。そして、極めつけは山の天気を信用しないってことだな。冬じゃなくても、一瞬で天候が変わるっていうもんね。
天気予報や目視で不安要素を一つでも見つけたら、ためらわずに中止や下山の決意をするべきだ。まあそれを言っちゃうと、極論、素人は雪山に登らない、経験者もなるべく登らない、のが一番の遭難予防ってことで片付くんだけどね。まあな。ともあれ、それで行って登るのをやめる人は最初から登らないだろ。喫煙者に肺がんにならないためにはタバコを吸わないのが一番良い。って説教しても無駄なのと一緒だよ。逆を言えば、それだけ抗いがたい魅力が登山にはあるってことか。今は山登りに興味なんてない人も、例えば将来退職して時間と体力を持て余したり、友達に誘われて断れずに一度行ってみたら意外とハマった、なんてことになるかもしれない。そんな時に、この動画で紹介した事故や教訓を思い出してくれたら良いなと思うぜ。今回は、立山中高年大量遭難事故、を紹介するぜ。名前からすると、お年寄りが大量の山の中で遭難した事故、って感じ。うむ、中高年の登山ブーム黎明期に発生した最初の大量遭難事故と言われているな。ブーム黎明期ってことは、山の恐ろしさをよく知らない初心者が、登山がどうやら楽しいらしいぞ。って挑んだ結果、不幸な結末になってしまったパターンかな。察しが良いな。それまでは登山者の遭難といえば、大学の部活やサークル、あるいは社会人になってからも山の魅力に引きつけられたガチ勢の遭難が主だったんだが、登山ブームをきっかけに、良くも悪くもカジュアルな遭難者が急増しちゃったんだね。過去にうちのチャンネルで取り扱ったもので言うと、2009年の戸村牛遭難事故みたいな感じで。そういうわけだ。ともあれ、早速事故の経緯から追っていこうか。1989年10月初旬、京都や滋賀など近畿地方を中心に集まった10人の社会人のグループが、北アルプスの立山連峰の登山に挑戦した。彼らは毎年秋に揃って山登りを楽しんでおり、今回の登山では10月8日から10月10日の3日間、山中で過ごす予定だった。あれ、毎年秋に登山をする集まりってことは、まるっきり登山初心者ってわけでもないんだね。まあそうだな。で、中でも比較的経験のあった2名のメンバーが、今回の登山計画のスケジュールを立てた。その時点では、まさか遭難することになるとは思いもしなかっただろうな。ともあれ、10月7日夕方に滋賀県を出発し、立山駅近くの駐車場で仮眠と小休憩を取った一行は、10月8日の朝8時45分頃に登山を開始する。ただ、折り悪くこの日は東京と小笠原諸島に台風25号が接近しており、その影響で日本海側の山では天気が大荒れになると予報が出ていた。で、今回挑むことになる立山も、その日本海側の山でしたと。その通り。でもさ、普通登山って前の日に天気予報とか確認するじゃん。大荒れになるって分かっていたのに、その人たちは登っていっちゃったの。彼らが天気予報を事前に確認したかどうかは分からない。だが、大荒れの予報に反して、当日の朝は大変快晴だったとのことだ。なんか天気予報じゃ大荒れって言ってるけど、全然晴れてるし行けるっしょ。となった可能性も否めないと。そういうことだ。だが、入山直後から早速天候が悪化し始め、昼前には吹雪になっていた。これが本当に山の天気の怖いところだよね。崩れる時はあっという間っていう。だから、本来は自分の主観を頼りにしちゃいけないはずなんだけど、一行は休憩を挟みながらも、吹雪の中の登山を観光したが、あっという間に体力を奪われ、足取りが遅くなっていった。残党。そのうち、特に体力を消耗していたメンバーらが、本来のグループからどんどん遅れていって、一行は分裂してしまう。もうフラグ立ってるじゃん。昼を過ぎる頃には、食欲不振やめまい、痙攣を起こす者も現れたが、この段になっても登山中止とはならなかった。初心者特有の引き際がわからない問題だね。自分たちがどれくらい危ない状態か客観視できなくて、正常性バイアスかかってまだいけるでしょって判断しちゃうっていう。どうにか昼食を経て出発するも、やはりグループは体力に余裕があるメンバーとそうでないメンバーの間で分かれてしまった。しかも疲労から足取りの遅くなっている後方6人のグループは一緒に固まって歩く余裕さえなかった。うわぁ、先に行く人たちも待ってあげなさいよ。吹雪のせいでスケジュールから大幅に遅れてしまっていたから、その焦りもあったんだろうな。何せ、山の中では日が暮れると身動きが取れなくなってしまう上に、冷え込んでさらに消耗してしまうから。そうか、努
れだけ疲れていても日没までに拠点にたどり着かなきゃ、もっと危険なことになる可能性があるんだね。だが、この先行するグループも道を間違っては引き返し、遅れてきたメンバーを待つために立ち止まって体を冷やし、じわじわと体力を消耗する羽目になってしまう。やがて、意識が朦朧とし始めて自力で歩くことさえもできなくなってしまうメンバーが出たので、ここに至って一行はようやく救助要請を出すことにした。山の中で身動き取れずに意識朦朧って、もうかなりヤバいところまで来ているけどね。さて、ここから状況が加速度的に悪化していくぜ。で、午後5時頃、一行の中でも比較的体力に余裕のある2名のメンバーが、別行動で最寄りの休憩所を探し始めた。だが、吹雪によって視界が悪く、探すうちに日が暮れてしまう。やばいじゃん。彼らはビバーク、すなわち簡易テントを張ってその中で一泊を余儀なくされた。簡易テントって言っても吹雪の中ででしょ？布一枚で果たしてどれだけ寒さを防げるか。しかも、この10月8日から9日にかけては、この秋一番の冷え込みだったというからな。しかも、まさかこんな悪天候になるとは予想していなかったから、まともな冬装備をこしらえていたわけでもなし。積んでる。だがそれでも、テントがあるのとないのじゃ大違いだ。結論から言うと、この別行動の後ビバークして夜を明かした2名は、運よく他の登山客に発見されて助かっている。おう。ただ、これは本当に幸運だった。というのも、二人は午前3時半頃に起床して小屋を探して行動再開するんだが、結局途中で力尽きて倒れてしまうんだよな。そこに、日の出を撮影するために早起きした別の登山客が、たまたま通りかかって発見したんだ。本当にギリギリだったんだね。でも、この二人以外の登山グループの人たちは、残念ながら、いずれも亡くなっている。そんな、残りのメンバーが発見されたのは、その日の早朝6時半頃だ。彼らとは別の遭難客について連絡を受け、捜索していた山小屋の管理人がたまたま発見した。午前8時前にはヘリが到着するも、その時点ですでに6人が帰らぬ人になっており、残る2人も搬送先の病院で亡くなった。さて、ここからは事故の原因について詳しく見ていこうか。死因はやっぱり低体温症かな。そうなるな。痛ましい事故だけど、山の遭難の死亡事故としては結構テンプレだよね。初心者が軽装で山に入って、天気が予想よりもはるかに早く悪化して引き際を見誤って、そのまま低体温症って。まあな、だが必ずしもそれだけの事故じゃないぜ。というと、今回の遭難事故には初心者が陥りがちな山の中でのミスがこれでもかというほど含まれている。霊夢が挙げた、天気を主観で判断する、引き際を見誤る、軽装で挑む、なんてのもまさにそうだな。事前に天気予報を確認したかどうかはわからないけど、当日の朝が晴れていたから、きっと行けるだろう、で出発してしまったこと。加えて、よりにもよってこの秋一番の冷え込みになるタイミングで、ありえない軽装備で挑んでしまったことだね。特に装備については、この時期は天気によって気温が非常にブレやすい要注意シーズンなんだが、それにもかかわらず軽登山靴やビニールの雨具程度しか用意していなかったメンバーもいたって話だ。逆に、生還した二人は念には念を入れて、ウールの手袋や革の登山靴、防水の雨具などをきっちりと備えていた。文字通り、そこが生死を分けた一つのポイントになったんだね。また、吹雪に見舞われたり体調不良者が出たにもかかわらず登山を強行したこと、救助要請の判断が本来するべきタイミングよりもずっと遅かったことなども、初心者ミスとして指摘されているな。他の初心者にありがちなミスってどんなのがあるの？リーダーの不在、だ。メンバー同士は互いに見知った中ではあったが、明確なリーダーを決めていなかったんだ。誰が意思決定の責任を負うか、を決めていなかったから、いつまで経っても下山の決断ができずに、なあなあで登山を続けてしまった。うわぁ、なんか身に覚えのあるミス。日本人はリーダーシップを取るのが苦手、なんてたまに聞くけど。その説の真偽は置いといて、リーダーを作らず全員で意思決定を行うってのは、時には美徳かもしれないな。だが、今回はその美徳が裏目に出てしまったということだ。山の中のように命の危険がついて回る場所では、一番詳しくて経験豊富な人間が安全マージンを確保しなきゃいけないんだね。まあ、もちろんその人物が判断をミスったらどうしようもないんだけどな。経験者でも一瞬の油断で判断をミスってしまう、それが登山の恐ろしさだもんね。過去の動画でやってほど実感したよ。もちろん、
そのリスクを背負ってでも挑んでしまいたくなるほど、魅力的なものであることもまた真実だ。登山は危険、だからやめておこうって話じゃなくて、ある程度のリスクがあるのは周知の事実なんだから、準備も対策もやってやりすぎることはない。いざ山の中に入ってからも、しなくていい無理はしないように心がけていこうってことだね。霊夢がいい感じにまとめてくれたので、今回の動画はこの辺で締めておこう。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。